すごいね、瀬戸橋大っきいね。迫力あるよね、イクさん。何あれ、はい、あれなんですか。さっき見た星だこ、なんとか作れないかな。岡さん、お願いします。よいしょ。うわ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 、イクさん頑張って。すげえ、このタコどうするの。あ、伸ばしてあげるね。あ、そうそうそう、よいしょ。足を開いていくんだね。よいしょ。 YouTuber やら儲かるんか。あー、ぼちぼちでんな。ぼちぼちですね。でも漁師さんって儲かるんですか。漁師、はい、それでは儲かるな。あ、儲かるんですか。真面目な話してええじゃろ。はい多分カットになるから。そうですね瀬戸内海なんかはもう囲まれた海だから、パイが決まってる。これやない、パイが決まってる。真面目な話って言いましたよ、さっき。いや、パイパイパイが決まってるのは分かるよね、はい、来年も取ろうと思うとやっぱり我慢をしなきゃいけないというような取り組みをして、うん、まあ、それをまあ漁師さんが言うには資源管理という言葉を使うんだけど、そういう形で大きな、まあ、瀬戸内海で大きなその養殖場だから、うん、そこをうまく活用して安心安全な魚、こういうお魚を皆さんに届けると、うんうん、ものすごい話だけど多分カットしてます。そうですね。急にどうしたんですか。こういう話だけど多分カットしてます。少なくなったらどうですかね、はい、おっぱいが少なくなったら、おっぱいが少なくなったら非常にこれ問題が発生しま す、ね、うん、これは一番大事な話でありまして、ただごとじゃないです、ね、これただごとじゃない、そういうことですね。これはなぜかというとお魚にも共通します、うん、で少なくなると大変なことになってくるんです、うん、なやはりその辺はやっぱりこう、いやでもモンチさん、タコすごかったね。すごかった、確かに。もう手にブワーッとね。でもさ、モンチさん、お腹すいたわ。あそこになんかあるよ。あ、ほんとだ。食べ物屋さんかな。これ食べようよ、もう。そうだね。昔下津井海鮮丼屋、資料館なんだ。名産品を買ったり食べたりすることもできるんだね。あ、なに、そこに顔いる。しかし、ひと品ひと品が美味しそう。まさにタコ尽くし。なんてこれ、すごい透き通ってるよ、モンチ。ほんまじゃねえ。食べたい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 です。お姉ちゃん、醤油つけて、はい、食べさせて。はいよって、おい、危ない。コリッコリだわ、これ。うん、すごいね、やっぱ新鮮なタコと違うね。これも美味しそう。モンチ、おっしゃ。あーって、おい、その顔やめい。うまい。しかし、イクさんも幸せだね、こんなの食べられて。そうそう、さっきのね、漁師さんも言ってたけど、やっぱり一番大事なのは、おっぱいが少なくなる。非常にこれ問題が発生しています、うん、あの、おっぱ、違う、モンチ、モンチそうね、やっぱりこのね、そのこういう美味しいタコを食べていくためには、その全体のね、みんなで取り尽くしちゃダメ。来年にも再来年にもってことを考えると、そういうのね、全体のパイを考えてね、いかないといけないってことだよね。そうそう、おっぱいのね。そう、おっぱいのことも考えていかないといけない。そうそう、違う登録フォローお願いします。桃太郎ジャーニー、また見てね。